鈴木の沼津背番号2番の藤崎智樹です。お願いします。アスレクラロ沼津です。背番号13番センターバックの月木優也です。よろしくお願いします。ないっていうかもう 10年、ちょうど10年前です。そうだね。なんでどんな感じとかもう覚えて、いやだってあの時もだってあれもんね、大学のさ新入生合宿の、でもみんなで夜トランプとかやったりで、ね、そうやったね。なんかあの時からも仲は良かったし、で終わってさトップに残るってなったさ5人と鉄とか俺ら5人で町田、初日の奥町田行ったんだよね。そんなのは覚えてないわ。この話になるってなってなんとなく振り返ってたのよ写真とか。じゃあプリクラ出てきた。であの初めてのオフで5人ぐらいで撮ったプリクラとか出てきて、多分そんな感じなんだ。なんか第一印象とかってよりなんかもう一緒にいましたね。気づいたら、気づいたら。逆に第一印象より変化の方が言いやすいよね。大学からの変化。でもちょっと離れてたじゃん。確かに、ね、ちょっと離れてたって言い方もあれなんだけど。確かにちょっと離れてたってなんか気持ち悪いんだよね。トモキ別にあんま変わってないけどね。でしょうね。髪型もなんか雰囲気も、なんかそう、ね、全体的に写真見ても思ったけどあんま変わってないよね、東京。俺の方がなんか、ゆうやはだいぶ変わったな。だいぶ変わったから、ひげ生やしてるし、髪伸びてるし。そうだね。まあでも全体的な印象は変わってないね。そうだね。いや、じゃあもうそれ言ったらもうこんな感じなのにしっかりしてる3人のパパなんで、すごいっすよ、本当に。尊敬できるというか、やっぱり尊敬できるところだなっていうふうには思います。だよね。めっちゃ漫才でもない。トモキが家庭的な一方で、まあ、自由に伸び伸びとして伸び伸びとやらせてもらってますね。そう、やりづらいって思ったことないっすね。僕もだって逆に1年目だし、トモキも6年も沼津いて、こうすんなりうまくこう入ってもら入っていけてるのはトモキのおかげもかなりあるし、最初の第一印象で俺の会はないだろ。いや、あるんだ。第一印象うまくよく悪い方向に持って、多分最初の立ち位置でちょっと難しいところあると思うんですけど、そこはうまくクリアできたというか、なんで僕も相当やりやすさしかないんじゃないですかね、逆に。だいぶでも俺もそうだね、ゆうや入ってきて、まあ、確実に笑顔は増えたよ。後輩に言われてて、お前めっちゃ後輩に言われてるんですよ。どんだけ今まで暗かったんだよ。いや、話す機会ないから。まあね、確かにね。そうだ、だから話しやすいし、みんな言うもんで、藤井君今年明るいよとか言って、どんだけ今まで5年間怖かったんだよ。練習して家帰って、例えば土曜日とかはね、奥さんとか来て子供たち3人遊んだり、グラウンドで遊んだりしてるんですけど、やっぱ家帰って、もちろん休み、僕なら休みたいが先に勝ちますけど、やっぱ子育てってなってくると、そこの時間も多分少しパワー、エネルギー出さなきゃいけない。トモキはよく慣れたって言いますけど、僕はあの日の午後すごい眠くなって寝ちゃったんで、それがやっぱあるっていうところのなんか責任感だったり、僕にはやっぱないものを背負ってますし、そういうところはすごく、まあ僕も奥さんも、まあ、身近にいる人もやっぱチームスポーツやってたので、まあそこはまあ、まあ個人競技とかよりはやっぱチームスポーツやってほしいなっていうのがすごいありますね。まあそれがサッカーじゃなくても野球でも、とんでもない運動能力を兼ね備えてる、あれサラブレッドたちだもんね。そうだね。多分何やってもできるから、とんでもないわ。まあ本当、何を子供たちの自由に本当好きなものさせてあげたいって感じですね、今は。チームスポーツやってて、まあゆうやもそうですけど、まあこうやっぱつながりが深くなるんで、まあそういうのはこうやっぱ大人になっても、多分チームスポーツやめた後でも、まあ本当にこれからやっぱ大事になると思いますし。それはもうトモキに教わりたいぐらいですよね。結婚感か、何歳にできるんですかね。何歳、いや無理だと思う。いや、みんなに言われますよね。いや俺は無理だと思うよ。親にも言われてる、もう諦められてるんで、やっぱりもう親元を離れて今年で大学出てたから10年目になるし、まあ、高校生の時も
それ部活忙しくていろいろ飛び回ってて実家にそんなに帰ってなかったし、自分でなんか何でもできるし、逆に自炊はもう全くしないんで、どっか食べ行ったりすることが多いけど、なんかその生活サイクルに慣れてるから、なんか、言葉が難しいんですけど、一人で現役の間はいいかなとか、もう最近は結構思ってますね。結構ルーティーンが決まったサイクルで自分生きてるタイプなんで、そこになんか、そうそうそう、崩れちゃう。そう、そのこの時間になんかできないとか、なんかそれのを乱されるのがすごい嫌なんで、ある程度ね、自由にさせてくんないと。そうそうそう、突発的に例えばオフになったらどっか遊び行きたいとかって思ったらパンって行きたいし、一個相談してなんか、こういうのさらしたくないですけど、僕のあれはこうなんか相談しなきゃいけない相手がいるっていうのもなんか嫌なんで、それもしさ、オフの時にさ、温泉に行きたいってなったらさ、もしだよ、一人で行きたいの、でも二人で行こうとはなんないの。いや、まあどっちでもいいね。あ、お嫁さんがいたら、そう、いた家庭として、あ、それは多分自分のその試合の結果とか諸々を含めて、あ、そうだね、一人で行きたい時もあるし、うん、全然一人で多分行く時もあるし、一人で行ってくるわって多分言って、そういうタイプなんで、多分お嫁さんからしたらなんでってなるじゃないですか、っていう感じなんで、ちょっと厳しいかなっていう。あんまりこれみんなにさらされたくない出場だったんですけど、多分一番今長いよ、尺が。そういう人が本当に、だお母さんはもう完璧っすよね、そう考えたら。年末実家帰った時思うけど、例えば俺が食べたいこだわってるご飯とかも何も言わずパンって出してくるし、その流れを理解してくれてるから、別にマザコンとかじゃないですけど、そういうおかん、いやでも結婚こういう人がいいなみたいな。結それはもうそっちよ。そうだから朝絶対食後コーヒーとか飲んだら飲むから、なんかパンって当たり前に出してくるし、フルーツ食べたいとかも何が好きとか分かってるから、なんか僕淡々と出してきてくれるから、で一人になりたいんだなっていう空気感を感じたら、なんかサンっていなくなってくれるし、完璧やって思いながらまあだからハードルは高い気がします。練習、まあ、朝から大体始まる、いつも決まったものを食べて、決まった時間に大体起きて、すごいね、グラウンド着いたら準備のいろいろサイクルも、朝ジョギングしたりとか、練習終わって帰ってきてからストレッチするのも大体決まってますし、寝たい時間も決まってるから、そう、なんかめんどくさいですよ。めんどくさいな、そう、めんどくさい。それはめんどくさいわ。10分とかずれるのもちょっと嫌なんで、僕はそうですね、全くないですね。もう本当多分これといって試合前もそうだし、日常からやることもないんで、だから本当優也とかすごいなと思いますね。だから本当に一番優也で驚いたのは、大学の時からやってるストレッチをこの間やってたんですよ。なんかまだ掘ってんのかよって言ってたもんね。練習試合の時になんかうるせえなぁと思って、あれ本当何も変わってやってんなと思って、すげえなと思って、なんかそういうなんか、まあ、こだわりというかルーティーンというか、そういうのは、まあ、僕本当に全然ないんで。